どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今日は一般の人がなかなか入れないと言われている A-BOOK さんのオフィスを案内していただけるということで、今から行ってみましょう。ということで、A-BOOK さんのオフィスの方に来させていただいたんですけども、前回も紹介していただいたんですけども、今日も小川さんに A-BOOK さんのオフィスと社食の方を紹介していただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今からオフィスフロアに潜入させていただきます。はい、よろしくお願いします。すごい広いですね。そうですね、結構広い。そんな長く見えるんですけど、はい、中は意外に広くなってるんですよね。なんか敷居が一つもないんですね。そうなんですよ。壁がないので、こうフラットな感じで、はい、コミュニケーションが活性化するような場所になっています。聞くところによると、A-BOOK さんはその自分の席っていうよりはフリーアドレスでどこでも座っていいっていうふうにお聞きしたんですけど、それって本当なんですか？そうですね。まあ、ロッカーがあるので、はい、ロッカーかけて荷物を入れて、その上で好きな場所に座ってっていう、階も別に自由なので、はいはい、フリーアドレスになります。こちらのエリアはどういった用途で使われてるのかな？一応ここが、はい、まあ、キャンプエリアみたいになっていて、はい、ちょっと軽いミーティングをしたりとか、はい、そのちょっとご飯を食べようよみたいな感じでみんなが集まれるような、はい、こう仕様になっているっていう感じです。あ、じゃあここでバーベキューをするわけではないっていう感じ。するわけではないっていう感じ。なるほど。じゃあここで何ですかね、人をダミーにするソファー的なもので作業したりとかミーティングしたりもできるっていう、そういう感じですね。はい、なるほど。やってみます。あ、ぜひ。こういった形で寝ながら作業もできる、うん、外見ながらこういう感じで仕事する人もいるしっていう感じですね。そうなんです。そうなんです。なんかその普通に椅子に座ってお話するよりも、はい、ちょっとコミッターの仕事する時とか、なんか密な話をしたいとか、こうやって近づいて、こういうのがあるよねみたいなのも、椅子よりもなんかこう、いい感じの話ができるんですよね。話が弾みそうですね。そうですね。いいですね。確かに。で、なんか気になったんですけど、こちらはどういった用途で使われるんですか？私も正確な用途はあれなんですけど、はい、背筋を多分伸ばす機械なんですよね。はい、そうなんですよ。これちょっとこう、健康器具的な感じで、はい、やってみてもいいですか？ね、危険かもしれないんで、ちょっと、まあ、一瞬ね、一瞬で。はい、一瞬、今危険かもしれないです。こうなるからね。こうなるからね。多分後ろにバタンと倒れる。こういう練習になります？なります。なりますね。強制的な感じですけど。なるほど、はい。ということで、さっきの、なんていうかね、はい、会議、ミーティングスペースからちょっと行ったところにあったものなんですけど、うん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 、こちらは、なんか、何なんですかね。チョークアートを、はい、書いてもらっていて、これは本当にデザイナーさんに書いてもらってるようなやつなんですよ。じゃあ、これ、ツンツンってしたら、取れるってことですか？ちょっとしたらもう取れますよ。ちょっと、例えばね。え、いいんですか？こうやってほら、これちょっと取れる。本当だ。取れるといけないけど。はい、ということで、先ほど11階から今13階に移動してきたんですけども、こちらもオフィスフロアということで、なんか先ほどとちょっと雰囲気が違ってカラフルな感じがするんですけども、各階でなんか雰囲気が違ったりするんですか？そうですね、なんとなくレイアウトは基本一緒なんですけど、はい、例えばちょっと椅子のデザインが違うとか、はい、カラーが違うとかっていう風になってるんですよね。確かに、なんかさっきと雰囲気が違って、例えば水玉もなかったですよね、11階、うん、水玉というか、あのおしゃれなタワー、何ですかこれ、光というかライトね、ライトが、はい、なんとなく各館によってテーマが決まってたりしていて、はい、ポップなフロアもあれば、はい、ちょっとシックなフロアもあればみたいな感じですね。そうなんです。じゃあここポップなフロアなんですね。へー、面白い。はい、ということで最上階に着いたんですけども、はい、こちらは社食エリアですか？社員食堂の、はい、なるほどなるほど、はい、すごくおしゃれな、そうなんですね。そうなんです。ちょっとアメリカの西海岸風な、はい、こうイメージで、はい、作ってあります。なるほど、はい。前回も来させていただいて、前回の時は社食を食べれなかったので、今回リベンジということで、はい、A-BOOK さんの社食をちょっと堪能させていただけたらなっていうふうに思います。はい。はい、ということで、こちらもびっくりしたんですけど、A-BOOK さんはデトックスウォーターなんですね。そうなんですよ。びっくりしました。おしゃれすぎませんこれ。そうね、ちょっとおしゃれな水ってそのちょっとあんまり味がね、ちょっとしかしなかったり、美味しいですよね。美味しいです、うん、メインカツ、ありがとうございます。大盛り無料でやってください。あ、そうなんですね。
形が違うやつを2つ取れるんですね。そうなんですよ。例えばこういう感じでっていう感じ、めちゃくちゃいいね。はい、ということで、実際に箱を、はい、なんですけどね、僕たち選んできたんですけども、はい、いや、感動してます。こんなに、なんですかね、いろんな種類が食べられて、かつ、なんていうんですかね、安いんですよね。どのメニューも基本的には400、500円弱ぐらい。基本的にはワンコイン以内で食べれるっていう。ABX 入りたくなりますね。これで入ってもらえればものすごく嬉しいです。ということで、じゃあ実際に食べてみてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。いただきます。これが結構スタンダードっていうふうに小川さんがおっしゃってたので、ちょっと食べようと思います。いただきます。すごい、おいしい。肉汁がめっちゃある。おいしい。いや、そんなに喜んでもらえない。デミグラスソースいいですね。そうそう、なんかおしゃれですよね。はい、そういうの、こういうのが毎日食べられるってことですよね。うん、ちなみにメニューとかも結構変わったりするんですか。そう、定常で1週間にずっと一緒のものもあれば、はい、変わるものもあったりするんで、はい、そうなんですよ。なるほど。うん、ちょっとじゃあ、煮物もいただきます。はい、はい、いただきます。煮物そのまま煮物だ。柔らかいですよね。はい、柔らかい、ね、健康的ですよね。そうそう、健康的な感じで、こういった形で。そうそう、黒米でしたっけ。うん、健康米で、はい、いただきます。コメントね。いや、めちゃくちゃいいですね。どうぞ。はい、じゃあ、じゃあもう今日はやっぱカレーなんで、はい、はい、男は黙ってカレーということで。男は黙って。美味しい。もう本当にこれこれですよね。結局カレーですよね。本当ですか。うん、そんなに普通に美味しい。本当ですか。普通に美味しい。これもね、ちなみにこのイカボールっていうのもが、はい、美味しかったりするんですけど、ちょっとこれもいただきたいと思います。イカボールが入ってるということで、うん、もう磯の香りが、はい、鼻に突き抜けるから。わーっと、本当ですか。うん、ちょっと一口いただいてもいいですか。もちろんもちろん、どうぞ。ありがとうございます。はい、すみません、本当に一口大丈夫なタイプですか。一口大丈夫なタイプ。よかったです。はい、ちょっとだけで。ちょっとだけ。いただきます。おー、おいしい。シーフードカレーとかシーフードのものなんですよね。はい、香りというか甘口なんですね。そう、そんなに辛口じゃなくて、おいしい。みんなが食べれるようにっていうのは。もう一口いただいてもいいですか。すごい食べます。ありがとうございます。おいしい。おいしいですよね。そうなんです。こちらの、社食で仕事をされている方とか、あと打ち合わせをされている方も見受けられたんですけども、うん、ここで仕事をしたりもできるっていうことですか。そうなんですよね。オフィス自体がそのフリーアドレスになっているので、はい、別にどこでも仕事をしていいっていうところで、はい、この食堂でも朝10時から空いてるので、はい、そうなんですね。ここで、まあ、ちょっとこう景色見ながら、はい、練習しながら仕事をするという人も結構いたりしますね。本当にいいですよね、この景色を。今今日曇ってて見えないんですけど。そうね、ちょっと今日は曇ってますけどね。あれ、東京タワーですもんね。そうそう、ちょっと若干曇りであれですけど、東京タワーですね。いやー、すごい。表参道の真ん中にあって、うん、こういうところで働けたらいいですね。今回のが前半としてオフィス、ABX さんのオフィスフロアの紹介と社食を主に取り上げさせていただいたんですけど、この後の次の次回の動画は小川さんのに対してのインタビューというか、ABX さんの人事担当をされている。すいません、ピラフが。ABX さんの人事をされている小川さんにいろいろお聞きできたらなというふうに思っております。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。